あ、いた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 。ビリリ玉、こいつを捕まえたらこの辺りはまあ大体いい感じでしょう。マットショット行こう。こいつの攻撃特攻はバカなんだよ。自爆ってマジかよ、早くない？先制でお前投げろやみたいな、ボール投げろやみたいな挙動するじゃん。行ってこい行ってこい。あのビリリ玉だけはちょっと僕があれしないといけないな。頼む捕まえさせてくれ。マットショットオメガ。ちょっと次からもう初手モンスターボールだな。これ無理だ。ビリリ玉は自爆とりあえずされるのは無理だ。だからこっちはもう最初にモンスターボールを投げるしかない。お、これ不良ついたなら2回投げれるくね。オーケー。もうここでやり残したこと今のところないです。正直道に迷ってはいるけどもう全然大丈夫です。いいね、ポケモンめっちゃ捕まえれて楽しいな。でもこういろんなポケモン捕まえれるのいいところだろう。だよね。あ殴られた。こいつらマジでだるがらみしてくるからな、このケンタロスたち。バカ、かすってすらないのに。早くお家に帰りたいよ。ポケモンセンターでみんなを回復したいよ。は誰？あ、お前か。ここ柄ね。まだ良心的だな、お前は。すぐ逃がしてくれるわ。ありがとうね。地獄か、ここ。ここは地獄なのか。ちょっとジム戦行ってみるかと思ったけど、これ、あれだな。こんだけメンツ揃ってたらさすがにいけるっしょ。もうボス戦なのか。よろしくお願いします。手前の雑魚戦はやらずに済むんだ。再戦の時はよし。メロコね、行こう。このおぐみさんのメロコさんで。戦っていこうか。来た。行くぞ。銅は正直めちゃめちゃ優秀。マットショットでもいいかもな。タイプ1効果抜群、当たらないマットショットで2発与えるはず。てか成長してるから全然もっと耐えるっしょ。余裕っしょ。3発4発耐えるな。おお、相手はちなみに2発耐えますと。これさあ、間違えた、間違えてはいないけど、毒技の方だとどんくらい入るんだろうな。まあいいや、でも倒しちゃえ。 OKOK。 ブロローム、この車がポケモンなの意味がわからんけどな。これ捕まえられるんかな。シェダルスターモービル。
を耐えた。うわ、燃えた、燃えちゃった。それはまずい。いやでもこれマットショット良かったぞ。逆に当てろ。よし、でかすぎるそれ。相手のエース落ちるからこれで全然いいですよ。何、加速エグすぎんか。加速はこれあれだな、大回転だな。オーバーヒート、えぐい技打ってくるやん。ワンチャンもう一発耐えるくね。てか何これ、レイドバトルなんかお前。あ、日差しがあったのか。そっかそっかそっか。いや全然ある。おお、リアルタスキ来たー。巻き寄ってくれ。スパークで巻き切ったら全然ある。おわん、大会でお疲れ様だ。くそ、あいつ止まらねえぞ。じゃあ行くぞ。あ、能力変化が元に戻るじゃん。クロス、なんだ、クリアスモック、これだ。いけ、クリアスモック。しかも自分の能力も戻るんだね、これ。相手だけじゃないでしょ、多分。自分もかな。あ、でもオーバーヒートの特攻ダウン分が、ちょっと損失か。これ固定ダメージで叩いた方がいいな。オーバーヒートは耐えるでしょ、さすがに。うわ、やった。待って、相手ももらい火立ったしない、これ。あ、よかった。じゃあ炎の渦ってぐるぐるできるな。待って、これさ、こいつに対して相手やれることなくね。バーンなんちゃらとかしかないんでしょ、だって。驚かしちゃうよ。あったー、やれること。でも弱い。こいつが今、この世で一番役に立ってる、今。今世で一番役に立ってくれてる、カルボー君。カルボー、君が決めるんだ。最後の一撃。来たー。ブロロローム、撃破。とりあえず、ジム戦2個終わって、主1個やって、なんだっけ、スターダンのボス1人倒したっていうところまで行ってますね。はい。っていう感じでしょうか。ということで、さらなる目的地が、この、旗マークですね。右下のマップの旗マークにあると、いると思うので、そちらに向かって進んでいこうといったところですかね。よっしゃ、行くぞ。鋼かなんかのやつがある。そういえばなんか、今週末から、EV、今日からか。EV のあれがあるんだよね。ちょっとやってみるか。とりあえず、ミライドンの、動きを良くしたいけどな。正味ジムとかほっといて、主倒し続けたいけどね。主倒して、得た料理で、なんか、精度上がってくっぽいから、1個目やった感じ。スピードアップ、手に入ったもんね。そこメインで進めていきたいけどな。って思って、今、ピン刺してるのが、次の、その主のとこだね。先行、潜む、鋼に潜むとか言って、先行の主だっけ。そこに向かってます。向かってるのか、ちょっと待って、ちゃんとマップ見ようぜ。こっちに行きたいんだよね。だから、上がって、こうだ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 。オッケーオッケー。とりあえずじゃあ道のりだな、ほぼ。あ、ここだ。もうちょっと先行って右折って感じかな。それとも、あの、洞窟から入るのか。ちょっと一旦、もうちょっと先行って右折パターンで行くか。え、でっか！何あれ。まあ、地面、あ、でも先行だから鋼なんだよな、きっと。銅戦闘で良さそう。まあ、じゃあシンプルに戦っていきますか。銅行け。こいつ、やっぱ主には殴りに行かないんだよな。はじめまして。え？あー、これもしかしてダッシュで追いつけってやつ？どこ行った？向こうか。これ、この洞窟使わないといけないパターンか。お、来た。え？でかっ！ミミズみたいな感じだね。顔は、なんかあれだけど、かわいい。手出てくるの気持ち悪い。手出てきた瞬間気持ち悪く感じたわ。え、これそれぞれのさ、この、なんていうの？銅の部分に、から手出てくるわけでしょ。めっちゃ気持ち悪くない？先行の主、ミミズズ。ミミズではあった。行くぞ、ミミズズ。巻きつく攻撃。こっちのマットショット当たるか？あー、え、なにこれ？土色。土無効化の特性なんてあるんだ。待って、鋼タイプでしょって。あと炎ぐらいしかやれることなくない？あ、やべ、こいつ何もやれることねえ。毒も効かないし、鋼だから。チェンジです。で、こいつ地面の技使ってくるんだったらカルボー怖いんだよな。ここ波イルカに行く、変えるか。レッツゴー波イルカ。
やつは叫んでいる。かわいいな、ナミイルカちゃん。頭突きと言いつつ腕を振るな。悪事、ディービングするか。お、よしよしよし、こっちの方が S 早いぞ。そばやす、こっちの方が優勢なので、ダイビングをしていこう。アイアンテール。え、全然入らんや。まあ、鋼だもんね。全然相手は当ててこない、ちなみに。アクロバットは、今一つだよな。まあ、ダイビングが一番あれかな。ナミイルカにとってリスクが低くて、ミミズズに一番ダメージ与えられるかな。こいつは倒せばいいだけのはずだから、主に関しては。倒すことに全力をかけよう。巻きつく。うわ、これ毎ターンダメージ入るのか。毎ターンダメージ考えるとどっちだろうな。いや。ここはダイビングでまだ行けます。一旦潜って次食らって、残ったらアクアジェットかな。巻きつくダメージ毎ターン入っちゃうよね。そうだよね。次敵が攻撃外すなりしてくれればもう一発殴れるな。当てた。まあ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 、3割ちょい削ってくれたんででかいでしょう。まあ、鋼なので、鋼地面だったりしないよね。カルボ行ってみよう。きっと大丈夫。君が、役に立つ出番が来たぞ。アイアンテール。当たらない、いいぞ。避けていく。こっちは火の粉だ。お、うお、めっちゃ入るじゃん。いいね。これはカルボくん大活躍じゃない？いいよいいよ。あ、もう一発だ。あ、帰っていく。あ、穴をボーって掘って帰ってくる。ちょい削れてるけど、次やつとぶつかるまではいいかな。先行の主を探そう。奥に逃げてるって教えてくれるんだ。でもここを通って逃げたってことは、ここを通って行けばいいでしょ、普通に。行こう。あ、シームレスなんだ、ここも。すごいな。すご、ここはミミズズが掘った跡みたいな感じか。お、いるよ。じゃあ、カルボーに変えて。どうせまた逃げるんでしょ君。上へー。ちょっと待って、追いかけないといけない。お、来た。触れたらそれでいいんか。うわ、まだ先行くつもりだこいつ。さらに奥へ。そっか、もう食べないといけないもんね。もうだっけ。力の源、力の源を、あ、今食べてんだこれ。ハーブだ、ハーブ。ハーブを食べてやっぱ強化するから、ハーブのところに逃げるんだよね。先行の牛な、なんか投げー。あ、スパイスか。スパイスだ、ハーブじゃないわ。まあどっちでもいい。戦うぞ 2v1。 で、そっからしか出ないんか、もしや。こいつテラスタル火の粉いくか。これいくぞ。炎の渦でもよかったな。毎ターンダメージ入るから、炎の渦当てれば。でも行くぞ。いいね、かっこいい。やっぱ炎だよな。誰でもシャンデラになれるやん、これ。シャンデラコスプレ行くぞ。うお、頭突き強っ。
あ、ノノクラゲの方か。ならいいわ、どっちでも。いけ！おお、拡散だ、拡散。これ、このままいきます。いいぞ、ノノクラゲ。いいヘイト買ってるよ。タンク、ナイス、タンク、ナイス、タンク。当たりどこ良ければ、このまま押せる。先制技ってあったっけ？特にないな。まあ、じゃあ、火の粉で。巻きつく。まあ、これは大丈夫でしょう。余裕だね。倒しきれるぞ、じゃあ、ムチ。目かわいいな、ミミズの。よし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 。無事、ミミズ突破じゃない？当たり。消えていった。かわいい。いいね。お、でかな、中野ちゃんか。中野ちゃんレベルアップ。